レッドブルは、先日、アルファタウリのニック・デフリーズを、チームメイトの角田裕樹に並ぶパフォーマンスを発揮できなかったことを受けて、わずか10戦にして解雇。デフリーズの後任には、レッドブル・レーシングでサードドライバーを務めたダニエル・リカルドが起用されることとなった。リカルドは、2018年末にレッドブルを離脱して、ルノーに移籍。2021年からは、マクラーレンに2年間所属したが、十分な結果を出せずに、シートを失うこととなった。 リカルドは今年サードドライバーとして一歩を引いたところから F1 に関わってきたがわずか半年でレッドブル系のドライバー人事を担うヘルムート・マルコからの呼び出しがかかったリカルドは昨年末に F1 への愛情が尽きたと認めており一夜にして復帰を願うようになったわけではないレッドブルのクリスチャン・ホーナー代表はサードドライバーとして初めてリカルドがシミュレーターに乗った際以前のリカルドとは 全く異なるドライビングになっていたと語った。NFL の優勝決定戦であるスーパーボウルを観戦し、オーストラリア GP ともなゃ GP に帯同したことで、F1 復帰への思いに火がついたと、リカルドは続ける。10戦のレースを経、てデ・フリースは、解雇になりました。そして、レッドブルのサードドライバー、リカルドが、アルファタウリのシートにつきます。リカルドが、急に、心の準備ができていない状態で、今回の要請を受けたのではなく、 スーパーボウル6月28日を観戦していたときに、F1 復帰の思いが大きくなったと、10回しています。デフリース解雇の2週間前に、そういう思いになったのは劇的ですね。一旦は諦めかかった F1 人生、復活なるかということですね。